はですね、おしわ第1号です。はい、2日寝てないですよね。だからそんなゼラチン体質なの。ってことでね、料理っつったら基本的に龍がやってるんですけど、今日は僕らでちょっとやっていこうかと。今日釣った魚、釣ってきたやつでしょ。今日そうですそうです、いきます。オープンザドア。これいこうか。これこいついきますか、うん、じゃあこれいきます。一匹でいいですか。これ一匹一匹で、こちらをまあさばいて料理をしていくということなんですが、はい、魚さばいたことある人ある、ありますよ。はい、ないやってことでね、今日ね、えマラ君にね、ちょっと魚さばいてもらおうと思いました。触れないから。あの、昔からね、見ていただいてる方はご存知かもしれませんけど、この子あのアオリイカも触れなかったくせに見てる、切られる前に見てるんですよ。優しいのよ私。誰がさばいんやもん。で待って、まずさばき方を知らない。一回風味が手本としてこうさばきます。ヤズはさすがにね、一発目からはちょっとあれなんで、アジをそうですね、食変ですよね。それではレッツクッキング。はい、それではね、風味にね、はい、手本を、はい、見せてもらいましょう。マークちゃんと見とかんば。見とく、見られてますよ。切らないで。まだ切ってないです。3枚おろしですね。3枚におろしたやつを、はい、今日はアジフライに。で、まず頭を落としますね。はい、頭を落とします。わー、ざっくりいくやん、もう、はい、ここ、ちょっとお腹のところ、お尻から切って、ちょっと開けますと。ケツから包丁入れれたら嫌でしょ。いとことか、おじさんとかから絶対恨まれます、アジの。洗います。お腹を洗って、血合いも洗いました。血合い、血中も、ね、はい、たら、税後を取ります。税後ですね。これ難しそう、怖、はい、そうですね、じゃあ3枚に下ろしていきます。これ大名下ろしですね、もう。今日はね、マー君のためにね、ちょっと分かりやすく簡単に、お腹の中骨らへんを探して、ここに、ここにありますね、中骨が。その上から入れて、こうですね、骨に沿わせるように、ちょっとカリカリって感じながらで、はい、で次判断。これでも神経が通ってるから、これ痛いよね。うわ、これもう死んでますけどね。ここの肋骨ら辺に、今から急遽笑ってはいけないを返します。どういうこと。リスナーの皆さんもね、楽しんでください。笑っちゃいけませんからね、真剣に今からやるんで、笑わないように。それでは3、2、1。質問いいですか。俺はいいんですよね。ダメです。僕は仕掛ける方じゃないんですか。ダメです。え、じゃあそれでは、はい、次誰に言いますか。いや、え、じゃあ早速いいですか。はい、行かしてもらいますよ。さあ、はい、頭からちょっと行かしていただきます。斜めぐらいでね。え、これなんか角度あるの。わ、怖っ、全然切れんやん。なんか大体こう、頭の切れないんだけど。あ、ごめんごめんごめん。いや、いかんやん、抜かないやん、全然よ。あれ、もっと力強くした方がいいんじゃない。おお、わー、これいったいったいった、いいよいいよ。これでさ、謝らなくていいよ。謝るのなしね。お腹切ります。切れだと思う。出しましたよ。これちょっと洗いますね。そうですね。はい、洗ってきました。これこいつからいきます。デイゴさんから。あ、いいっすね。気持ちいい。すっごい。いや、でも上手っすね。上手ですか。うん。はい、取れました。完璧です。で、これを3枚におろしていきます。違う。大前。誰よ。大前先生でしょ。大前おろしでしょ。三枚おろしじゃなくて何だっけ。大前。一回言うで。何おろしだったっけ。ここまで来てるのよ。まあいいや、ちょっと行きましょう。あの、大前おろしでいきますね。あ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。これ次、こっち行きますから。すごい上から押さえつけますね。いや、だって、あ、いいんじゃない。上手。うん、綺麗。綺麗ですね。あばらがついてるので取らせてもらいました。腹骨ですね。はい、あばらじゃないですよ。あばらじゃない、腹骨ですね。はい、で、こいつをこう、なんか、ウィーン言うたったと
マー君さ、はい、はい、両返事しちゃった、間違えちゃった、両方と思うよ、もう爆笑だけど大爆笑だね。めっちゃマー君ここグー押さえとけ、指の抜かっとるもん、押すから上からギューってネチリの音はこっちこれ風味先生、ね、難しいわ、まあ、まあまあでも、まあ、初めてやけですね、うん、全然どうでした感想、あ、まあでも、うん、楽しかったっす、続けれるかもしれない、あ、じゃあ続けていきましょう、え、もうね、お腹取ってもらいました、あたたたた、えいや、なんかほらなんか先生クーリアアジアジです、あ、その手袋と洋服が合ってるもんね。アバタアジフライ用の下ごしらえは終わりですね。あれができましたね、はい、いませんか、ちゃんと虫見てください、いたいた、いた、怖いわ、え、こんな大きいと、はい、こんな、こいつとか、あと、ここもですね、これも大丈夫でしょ、これ焼けは大丈夫なんですか、ええ、これみんな食ってますよ、一回は、あんまり見せないでほしかったな、うん、入ってるよね、これ虫ね、虫いっぱい入ってますね、マジ、ここはもうこっちは虫やね、うわ、ほんとだ、もうやば、マジ無理だけど食べれるかな、虫ないとこだけトリミングしてあげるけ、虫ないとこだけトリミングしてあげるけ、あ、上手、そうですね、おー、上手、今日メニューは、ふみ先生生春巻きをちょっと作ってみたいなと、ここのブリを半生ぐらいな感じで調理させてもらって、まあ、作っていこうかなと思います、ちょっとライスペーパーを、え、今すぐ硬い状態なんですか、ここ今硬い状態です、戻したらこう柔らかい冷やしたいになると、生春巻きみたいなあれになると、そうそうそう、今から焼いていくんですよね、そうですね、はい、軽焼きです、軽焼きはい、じゃあ焼いていきます、はい、焼いていきます、これで、あの、中に中に閉じ込める、うん、旨味ですね、すごい、ほら、あ、待ってきた、クラゲみたい、待ってきましたね、はい、はい、もうやってきました、出来ました3時間経っております、3時間です、どうですか、料理の方は、見てください、やばくないです、豪華よ、これは和洋中入ってる、これはサラダですね、はい、ちょっと健康に気を使って、これはこれ、これ刺身、誰が来たの、ウルメさんですよ、ウルメさん、カマですね、ヤズカマ、深夜の揚げ物深夜でこちらにも揚げ物、それはこれはウルメの天ぷらです、はあ、はあ、美味しそう、以上ですね、はい、以上ですね、以上です、以上です、以上です、はい、以上です、以上です、あれ、クラゲみたいなやつ、クラゲ海の生物みたいな、ないですけどね、今のところ海の生物みたいな、ないっすね、あー、これね、海牛みたいな、はい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 、これ何なの、それ誰ですか、作ったの、これ誰作ったの、はい、はい、来た、はい、来た、海来たよ、ライスペーパーが10枚入りか20枚入りぐらいだったんですけど、お湯で戻すって書いてあって全部一緒に戻したんですよね、ただ全部1枚になって頑張って剥がした1枚のやわやわチャンス、ウミウシちゃん、ウミウシちゃんですね、料理としてはまあ生春巻きと、そうですね、生春巻きですね、中に何が入ってるんですか、これヤズス、ソテーして、うん、湯煎したやつが入ってます、これ何ですか、それはソースですね、これ二日酔いの後のみたいなピーナッツとレモンと醤油ですね、ってことで、ってことで、はい、実食をしてまいりたいと思います、いきましょう、はい、一発目にいきたいやつを、はい、せーので指さしません、はい、せーの、おぉ、全員違う、エビちょっと食べてみたいな、最初タワーウルメの天ぷらっすね、これ違う、そう、ね、ウルメ、あの、オフショアではベイトなんですけど美味しいらしいんで、じゃあいただきます、うん、あったかいと思って美味しいふわふわしてる、ふわふわしてる、美味しい、ウルメの刺身からいかせていただきますからね、いきます、はい、どうぞ、いらっしゃい、あ、うまい、味っぽい味がする、油が乗ってる、すごい、へうまい、うん、翔ちゃんが開けてくれたね市販の、いただきます、はい、うん、うまいリルレイさんどうぞ、じゃあ、はいはい、すごいのよね、ボリュームが
石感がすごいよね。ソースがめちゃめちゃうまい。風味うまい。あ、これ成功ですか、じゃあ。いや、大成功やと思います。はい、ってことでね、はい、長丁場でしたけどね。丁場でしたね。美味しかった。美味しかった、美味しかった。では、マー君、今回星何個ですかね。星、やっちゃう。ごちそうさまでした。ありがとうございました。